水を打たれたくらいの速さで僕の夢は深い場所を抜けてゆく、心理ゲームのような景色に織り込まれたような街はどこも罠をかけてるようだった。鳥を映すミラーの中では自分の顔が少し食い違ってる。腕の時計もリズムをなくしかけてる。ここの景色がどくめき望の人たちが溢れ、時間ばかりが女の肩を滑り落ちたが滝のように乱れ進んでる。異邦人を誘う子供の手に惹かれてみる。一つも迷わず君の手に任せてみる。ほらたくさんのいろんな人たちが今日もミスジャッジであんなに揉めているよと夜明け近くで子供が笑いかける。ここの景色が匿名希望の人たちが溢れ、人を愛することでさえも時には生きる弱みに変えてしまってるらしい。返した。